ヘルスのみたいについにミニバでねイースターイベントが始まりました。イエイってことで、だから今日はですねもう早速ねイースターフードをね全種類ね食べてきます。これからも新作フードを紹介するのでチャンネル登録お願いします。はい、じゃあまずはですねこちらのイースター装飾のワンダーランドからね行ってきます。場所はですねバックロットカフェですね。ね、まあ、おなじみのスヌーピーシェイクです。でスヌーピーシェイクはですね、まあ、2種類あってバニラチョコとストロベリーラズベリーがあるんですよね。じゃまずはですねこちらのねストロベリーラズベリーからいただきます。ほら上にねちょこんとね卵が乗ってるんですよね。めちゃくちゃ可愛くないこれも。うん、めっちゃうまなるほど、マックシェイクのあのイチゴみたいな感じ中がそのマックシェイクのイチゴみたいな感じで、その上のラズベリーがねまた美味しいですね、うん、もうねちょっとねあったかいんですよ。あったかい日にこの冷たいドリンクがめちゃくちゃ合うこの柄のスヌーピーも超可愛くないうさぎ耳がついてるスヌーピーですよ。うん、もう耳が2つあるっていう謎の現象やけど、うん、はい、じゃあまずはですねイチゴの方ね、ごちそうさまでした。次はですねこちらのねチヨコレイトですね。はい、じゃあねいただきます。こちらの方は生クリーム感がすごいわほんまに。うん、はい、じゃあねごちそうさまでした。はい、じゃあ次はですねあそこのねフードです。場所はですねまあその永遠に閉まってると思われてたこちらがねキティちゃんのねコーナーカフェですよ。これもねもうロストワールドと同じでもう幻のカフェと言われてましたからね。はい、じゃあ次はですねこちらのねキティちゃんのねいちごミルクのチュリトスですね。で一応ですねそのエルモのチュリトスがあったんですけども、エルモのチュリトスが売ってる場所がフードカードずっと閉まってるんですよ。だからいつ開くか分かんないらしいんですよね。はい、じゃあねいただきます。うん、これねあのベースがシナモンチュリスなんですよ。でその上にまあそのイチゴとかミルクとかがかかってるんですよね。でもどっちかって言ったら、まあ、シナモン感がめちゃくちゃ強いチュリトス、めっちゃ激甘。はい、じゃあねごちそうさまでした。次はですねこちらのねイースターのカルピスですね。僕の超大好物のカルピスですよ。カルピス相変わらずですね、まあ、耳デカザルのコスプレしてますね。はい、じゃあねいただきます。まあまあ超簡単に言ったらまあイチゴカルピスですね。この中にイチゴの果実とかあとはですねゼリーとかも入ってるんですよ。それがですねめちゃくちゃうまい。うん、うん、あとなんか甘いその、ね、角砂糖なんかほんまにその砂糖みたいな塊も入ってるんですよ、うん、で多分これからですねあったかくなってきてですねスヌーピーシェイクと同様このカルピスもですねめちゃくちゃ美味しくなると思います。でユニバでおなじみのホッピングボムも入ってます。はい、じゃあねごちそうさまでした。次はですねあのねお食事メニューですね。はい、じゃあ次はですねこちらのねパスタですね。これね早速ねスーッとやっていきますよ。スータイムです。スータイムスー、やばい、ほらもうめちゃくちゃうまそうですねこれ。じゃあねいただきます。いいですねこれね。今ねその卵混ぜたじゃないですか。その卵のまろやかさとそのカルボナーラのクリーミーな感じがめっちゃ合ってる。めっちゃうまい。こう量入ってるしこのスパゲッティ、うん、カルボナーラ、カルボナーラほら中にねベーコンとかも入ってるんですよね。めっちゃうまい。
はい、じゃあね、ごちそうさまでした。場所はですね、もうイースター装飾のミニオンパークを出て右側にあるこちらはね、デリシャスミール売ってるんですよ。はい、じゃあ次はですね、こちらですね、こちらこちらはね、ミニオンのクッキーサンドのまあ、いちごミルク味ですね。安定にね、まあ、定番のミニオンのクッキーサンドです。はい、じゃあ安定にね、こちらね、いただきます。で、こう持ってたら目つぶししてるみたい。うん、なんかこちらはですね、あの感覚的に言ったら、あのペコちゃんのいちごミルクの飴あるじゃないですか、あんな感じ。いや、だからミルク感が結構強い、これ、うん、ミルク感が結構強いスイーツですわ。こういうね、ミルキーなもの好きな方からしたらすごいね、美味しいと思います。けどね、このミニオンクッキーサンドあるあるでめちゃくちゃ崩れやすい。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。次はこちらのね、入り口から一番ね近いレストランのビバリーヒルズブランジェリーですね。ほら、これね、店の外もイースター装飾なんですよ。すごい可愛らしい装飾ですね。なんとこのお店では、ほら、コナンフードとイースターフードをね、2個ね食べることができるんですよ。すごいね、これ超うまそうじゃない。うん、やばいよね。まずはですね、あふれんばかりのね、こちらをね、いただきます。やばないこれ。うわ、超うまそうこれ。はい、じゃあね、いただきます。うん、中にそのグリルチキンと卵がね、入ってるんですよね。で、その中に、まあ、チーズとか、あとはレタスとかも入ってて、その上にね、マヨネーズがかかってるんで、マイルドさがあるんですよね。この中にね、ベーコンビッツが入ってるんですよ。それがまたグッドですね。ほんまにもう溢れんばかりの具材が入ってる。やっぱり卵のサンドがすごい合う。中にスクランブルエッグみたいなのも入ってる。中のベーコンとかめっちゃうまいわ。このさらに奥に紫ピーマンとか人参とかも入ってるわ。うん、はい、じゃあね、ごちそうさまでした。次はですね、こちらのイースターのサラダですね。ほら、卵も入ってるし、いちごとかぶどうとかも入ってるよ。うん、で、ほら、あのしば漬けも入ってます。うん、絶対ちゃうけど。じゃあね、この上からですね、こちらにね、すりおろし人参ドレッシングかけます。お、すごい色、すげえうまそう。はい、じゃあね、いただきます。うん、いや、人参ドレッシング意外といけるわ。ドレッシングの酸味とこのシャキシャキなサラダがめっちゃ合ってる。で、中にほら、生ハムとかも入ってるんですよ。やばない。うん、で、これちょくちょくね、いちごとかも入ってるから、ちょうどそのドレッシングの酸っぱさと、その野菜のシャキシャキ感と、そのフルーツの甘さが同時に楽しめれる。じゃ、お目玉のね、卵ね、いただきます。うん、うん、はい、じゃあね、ごちそうさまでした。次はですね、イースタースイーツですね。こちらですよ、こちら。もう見た目からしてめっちゃうまそうですね、これ。で、僕のね、超大好物のいちごですよ、いちご。はい、じゃあね、こちらの方ね、いただきます。はい、じゃあね、こちらの方ね、いただきます。もう断面からしてうまそうやもん、これ。断面からうまそうって何。うーん、これね、奥の方に濃いいちごのムースが入ってるんですよ。いちご感超強い。うん、うん、でもこれね、ちょっと1個思ったのが、このタルト超切りにくい。めっちゃ硬いよこれ、ほんまに。
はい、じゃあね、ごちそうさまでした。で、お盆もらうんですけども、そのお盆もほらイースターバージョンなんですよ。めっちゃ良くない？これ。はい、じゃあ今日はですね、ユニバのね、イースターフードをね、全部ね、食べました。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画あげると思うので、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンも押してあげて、というわけで、イースタートースター。